今日も美しい、ありがとうございます。今日はありがたいことにちょっとお仕事をさせていただいて、やばいです。10月やばいですよ。10月よろしくね。花粉がさ飛んでんのかわかんないけど、鼻水出るんだよね今日朝から。しっかり朝から。10月の声はまだ平日しか出てない。平日ばっかりだと思うよ。10月の土日はもう全なんかめっちゃ埋まってるよね。5、6、12、13、27とかもう全部埋まってて、土日はねないよねきっと。明日3時起き。いや寝た方がいい。11、12、1、2、3、5時間しか寝れない。今寝たとしてもお休み。ダニアレルギーかも。それはそう、絶対にそうなの。ダニとハウスダストはあのアレルギーの数値が4ぐらいある。ガチガチの。てかさ本当にさ秋なんて来るんですかね。暑すぎるんだけど。半袖は無理ですね。今日は暑かった。今日夏だったよね。新潟はめっちゃ暑い。半袖 T シャツせーの、ピー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 。
土日の東京は気温下がる。あ、マジ？私さ、寒くても暑くてもいけるよねコーデにしちゃった。10月ってことはマイシスターとマリナ姉さんの誕生日来るね。なんかさ、今年がさ、今まで一番秋感じないんだけど、10月にして。生誕グッズ明日までですって。皆さん、うちの妹なんか黒猫みたいなニャンみたいなあのキャラクター作ってました。おしゃれで結構普通にあの T シャツのまま劇場来てあの T シャツのまま帰れそうなデザインだったと思う。ポキも買うん？買わない、ポキ買わない。にゃん、鹿の子の子の子こしたんた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 ん。パパとママが買ってたり、あ、そういうのはあるよ。パパとママが買って、おばあちゃんが買ってるとか。いや、やばいな。3年目突入してるんだもんな、毎日アイドル。恐ろしいですよね。今日もちょっと早起きだったからちょっと眠たいかも。3年ってやばいよね、思うけど。何時に起きたん？6時半かな。
もうなんでやだ、もう言うと、もうベルちゃんもクラッカー鳴らしてたけど、くっさとは言わなかったよ、汗。いいやん、ゆうは臭かったから臭って言ったんし、いいやん。ベルちゃんはいいね、アイドルだから。ポキはアイドルじゃないから、言いますよ、思ったことを口に出します、くさって言うアイドルじゃないみたい。マジで鼻が、アイドル風な人、あ、そう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 、ちょっとアイドルの真似して踊らせてもらってるわ。ベルちゃん、ヒロコエン、ポキちゃんだけじゃなくユーハちゃんのポジまで奪ったんだってね。ねえねえねえ、それさ、ポキの配信にいた人がさ、ルアにさ、こないだの昼公演ポジション間違えたのとかさ、聞いてないよね。それちょっとさ、やめてよ。ルアがいきなりその話をしたの？ルアがいきなりこないだの公園でさーって話し出したのかな？そんなことある？自分の失敗なんて自ら言いたいかな？言いたくないと思う。そんな話出てなかったよな。怖い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 こと言わないでよ。言って消化するタイプもいますし、はいはいはい、私です。そうだわ、今公演出演回数199回なんだわ。次の公演で200回、ひゃー。
そう最近ね、あのマイクスタンド、空き缶のさマイクスタンドさ、足で上げるの頑張ってんだよ。みんなが足上げるの好きって言うから。夏バージョン最後の日が200回目。そうだそうだね。ポジション変わると足で上げるの大変なんでしょ。そうなの。そうなの。左で上げて右で上げてみて。アイドル風のくしゃみしてみて。オッケー。そう、私はちょっと女優になりきって、もう一回アイドル風のくしゃみやって。やだよ、なんでもう一回やんなきゃいけないの。やだやだ、恥ずかしい。君の興味してみてね。太鼓のフットチャクラ、君のことだけでいいんだね。なっちゃんポジ動き多くて大変って聞いたけど、ポキちゃんもそう思う。まあまあまあ確かにね、なっちゃんポジはなんか疲れる。泣きべそと空き缶疲れる。でもいつもドキドキするのは日の散歩時、早着替えがあるから。どのポジションが好き？あ、日野さんポジです。君が遠い街へ引っ越すなんて突然言い出すから、が楽しいのと
嫌いなのかもしれない蒸発した水分がいい。早着替えで間に合わなかったらゆっくりシレット合流するの？ああ、多分うまく合流できると思う私。間に合わなかったら。ソロにはならん、ソロはないので。推しのくしゃみを X に投稿したらくしゃみ動画だけ集めてる人からいいね来て焦った。そう、そういう人いんの。なんかさ、そのさ、くしゃみフェチみたいな人いるよね。なんかいう前自分のこういう配信で歌ってる歌声がどういうもんなのか聞きたくて、YouTube で木本ゆなって検索したら、その後なんか別に私くとかも打ってないのにくしゃみって出てきて、え、怖いんだけどってなって、それからミュートしてくしゃみするようにしてる。そう、それはちょっとなんか、え、やだなって思っちゃった。基本的に NG ないけど、くしゃみだけ集められるのはなんかやだなって。今日はなんか鼻がさ、ムズムズしすぎてさ、きっと歌も上手に歌えないんだろうなって思ってる。悲しい。あくびは見せて大丈夫でできるから。
なんか鼻噛みすると、ここが痛くなるのがやだ。10月の土日に向け土日にクシクシクシクって言うの嫌だから、早く直したい。まさこのさ、ちょっとさ、あの鼻がむずむずしてやったらさ、ここら辺がフッってなってくしゃみが出そうになる。やだな、鼻詰まってると口呼吸になるからよくないよね。あ、そっか、エラ呼吸あるのか。エラ呼吸があるから結構やってても、これここら辺で呼吸できるかも。なんだと思われてんの私。ポキって両生類。
私って特殊能力あるかもって思ったこと。人とシンクロするのが得意だったりとか、なんか優派の、あ、最近思ったのは優派の小さい声を聞き取る能力が優れてることと、アンナが言いたいことが分かることとか、アンナが例えば口に何か食べ物入れてて、うん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 みたいなことを言っても、ユウはあ、なんとかでなんとかってなんか意思疎通ができたりとか、あとちょっと霊感があるなって思う。ねえねえ、なんでなんかさ、さっきからさ、ユウのさコメントでさ、コウモリってくるんだけど、なんなの？ユウの部屋にコウモリがいるの？そういうことか。でコメントにいきなりコウモリコウモリってのこ、え、ヒュの部屋にコウモリでも見えたかなって思った。ハロウィンだね。コウモリ見たことある？あるある。コウモリってさ、それこそコウモリたちにしかわからないさ、音でさ、超音波でさ、こう物の音の跳ね返りとかを聞いてさ、物体に当たらないように飛んでるんじゃないの？なのにおでこに当たったことあるの？あー、パンってコウモリが。めっちゃ怖くない？そんなの。
夜は水平線の彼方を目指して、ある日がきただらかする夕暮れに、何か言われ越しているような悔いはないのか、僕はまだ帰りたくない。あ、特殊能力が狂うとある。あ、そうなんだ。じゃあ全部生きてる間ずっとそういうわけじゃないのか。爪切りました。すんごい長かったから。いい感じ。何ヶ月伸ばした？いや伸ばしてない、全然1ヶ月も伸ばしてないと。孤独の時泣き言誰に言えばいい。夜よ僕を静にするな、綺麗事では終わりたくない。生きることに傷つきうろたえて無様でいたい。次の朝がやってくるまでに今持ってるものは捨てよう。丸裸になってきつくだろう暗闇のその中で。目を凝らしてみれば何かが見えてくる。コムリ、防波堤の上に立って僕は叫んだ。波の音より大きく自分と届くように。もうコウモリのモノマネまでできちゃう。そうなの、モノマネできちゃう。なんか今日あった？今日何かあった？みんなは。ゆちこちゃんとの写真をさインスタにあげたい。大好きなちこちゃん写真。確認取ろう。前歯かけた。え？今日前歯かけた人？マジ？それは何で？こうやってなんとかなんとかこうこうこうでよろしくお願い。あ、前歯がかけましたってことですか？それともなんかぶつかったのかな？
お疲れ様です、あお疲れ様でしたか、あっていうやつかな。それともこう何かを食べてたのかな、アイスとか。はあ、今日も疲れた、ちょっとアイス食べたくなってきた。いただきます。あ、どれですか大丈夫ですか。歯は大事ですからね。私は歯並びが良すぎて、歯並びが良すぎて虫歯になりやすくて、もう頑張ってさ、きつい歯の間をさ歯間ブラシでこれでカーンって言ったら絶対歯茎から血が出るわっていう歯間ブラシ頑張ってます。最近月末仕事めちゃくちゃ忙しくて、そうだよね、10月になりました。仕事が辛かった、そうだよね、辛いこともあるよね。個人的には10月が始まりました。個人の問題じゃないな、これ全体的な問題。3歳の甥っ子にジュース買ってあげたらまずいって言われた。あー切ない。それは今日会社のパソコンの画面割ってしまった。どうしたら、落としちゃったのか、落とさないよね、なんかぶつけちゃったのかな、なんか脆くなってていつの間にかポロッと。じゃあさ歯医者さんで直してもらってね。ゆも本当にマジで人のこと言えないからさ、歯は一生ものだから大事にしなさいって話ですよね。わかる。歯磨きしてる、毎日毎日歯磨きしてるんだけど、なんかあれらしいよ、今日さなんか話にそういう話になったんだけどさ、唾液が強い弱いでさ虫歯になりやすいなりにくいがあるらしいよ。どんだけどんだけ歯磨きとかしてても唾液の成分でそんなの悲しいよね。頑張ろうねみんな。頑張ろうみんな寝そうらしいよね。唾液の成分はもうどうにもならないから、歯磨きと歯間ブラシと定期検診をしっかりしよう。学生時代以来歯医者行ってないのでボロボロかもしれない。行ってくださいマジで。フッ素は唾液に反応してなんちゃらアパタイトになるとか聞いた。それダメなの、フッ素フッ素ってダメなんですか。
この配信見てる歯科医の先生はいらっしゃいませんか。はい、この中に歯科医の先生はいらっしゃいませんか。歯のお医者さんはいらっしゃいませんか。この中に友達が歯科医ですとかいいです。本人が出てきてください。いないですね。まあなかなかね、いないですよね。こんばんは、タモリでしたっけ。もつこー、またやってる。もうさ、1配信で1もつこやめてもらっていい。面白いけど、めっちゃおもろいけど。その中にアイドルの方おられませんか。はーい、ここにいます。アイドル風の人です。絶対アイドルやめないで。ちょっと惜しい。風ですね。そうなんですよね。風、アイドル風なんですよ。たまに出る変なスイッチは何ですか？変なんですよ。変なんですよ。はっちゃけネガティブのはっちゃけた時。そうです、そうそうそう、確かに。何食べたの？ゆうはとななみさんに聞いて。
あ、ユーハやってんじゃん。ご飯一緒に行った2人が昨日グラビアの雑誌掲載されていて、パキはね、ないです。グラビアやんないと思う。やらないよ。全然グラビア体型じゃないから私。ごついからね。映えないですから。やだやだ、できない。ずっと言ってるスタッフさんに私、グラビアどうなんですかとか聞かれても、私体型に自信ないんで。イエーイ。絶対ファン増える、いいグラビアでファン獲得しようって思ってないから、あんまり。ごめんね、これに関しては KMT の期待には応えられない。
フォロワー増えると聞きます、大丈夫です。なんかそんなフォロワーにこだわりありません。ショールームさんのフォロワーはこだわってますけどね。大丈夫です。だからショールーム頑張って歌歌って面白い配信してフォロワー増えたら嬉しい。みんな見たいの？いや KMT は見たいって思ってくれるかもしれないけどさ、そのさ需要があんまりないなって。遠慮じゃないですよ。いいですよ、あの他のメンバーで、他のメンバー見てください。難しいんだよね。そうだから水着っていうかそのグラビアをやって SNS に上げたらフォロワーが増えるっていうのを見てあの分かるけど、分かるけど違うんだよな。そのグラビアを見てわあいいグラビアだって言ってバズるかって言われたらそういうタイプではない。なのでやりません、ごめんなさい。そう着てる系なら全然あのやらせていただけるならやりたいと思ってます。姉妹とかね、姉妹とか姉妹でぜひ運営の方よろしくお願いします。姉妹で服着てる系グラビア、あんまり姉妹でお仕事することないからそういうの、姉妹で撮影とかしたら多分素の表情とか素の笑顔とか出ると思うんだよな。できないかな。やりたいな。運営さん、今48グループで姉妹行ってる。 NMB48 さんの9期生かなに姉妹で加入されてってますよね。
ま、あのこういう感じでお願いします。なんかこうやって眠ーとか思って配信 しても結局ちゃんと眠れるの2時とか3時だからやめたくなくなっちゃう。早くその夜遅く寝ても早く起きるっていう習慣は2週間前ぐらいにあったんだけど、あ1週間前か、まあ、ここ最近1時2時ぐらいに寝て5時に起きるみたいなのをここ2週間で 3,4 回してるし、結構こう朝早くから活動というか動いてる日が多かったけど、結局寝るのは遅いからね。こんな感じで今日はまだ、あ今日はまだというか、まあ、どうなんだろう、今日は疲れてる方なのかな。これからだんだん、ほら前も話したみたいに目がこうなってくるから、今日崩したらダメだよね。ゴンちゃんの350ペットボトル飲んだ、あー おいしいよねあれ。今日はたくさん寝たいと思います。
ってことでやめるかな。せんね、本当にしょうもない身のない話をね、ずっと1時間近く1時間ちょっとか話してましたけど、今日はちょっと終わりにさせていただきたいと思います。すいませんね、もうてっぺんまでやればいいんですけど、ちょっと今日は6時半起きなのですいません。13位ディーンヤマさん、ありがとうございます。12位トシさん、ありがとうございます。11位音速の貴公子さん、ありがとうございます。10位あかりちゃんさん、ありがとうございます。9位突破Qさん、ありがとうございます。8位ビールバラさん、ありがとうございます。7位ゴンちゃん、ありがとうございます。6位日和ゲタさん、ありがとうございます。5位カジュポンさん、ありがとうございます。4位片山さん、ありがとうございます。3位まこいもさん、ありがとうございます。2位とまおさん、ありがとうございます。1位ガーガーさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。おやすみ、ごきげんよう。また明日。明日だね。バイバーイ。